どうもー、なおっちです。今回はアリスメアという探索型ホラーゲームをやっていこうと思います。こちらのゲームなんですが、絵本や童話を元に作り上げた作品ということで、オーディオ CD や小説だったかな、結構商業化されている作品、らしいです。というわけでね、今回こちらの作品やっていこうと思います。もちろん初見です。ニューゲーム、三角か決定ボタンがさ、別作品の時はさ PS2 コントローラーでいう×が決定だったんだけど、今回三角なんだね。カエルは悪いやつだってアリが教えてくれた。猫は悪いやつだってカエルが正義みたいな。カエルは一番悪いな、ウサギさって猫が教えてくれた。あー、だから何ですか。お、始まった。すげえ、ドットみてえだ。ここでの生活の話は大体これくらいだね。わからなくなったら君の部屋にあるメモ用紙でまた確認ができるから。ここなら君をどうという人もいない。少しだけ約束事もあるけど安心して暮らせるはずだ。それから、はい、どうぞ。手帳をもらった。おう、君専用の手帳だよ。好きな時でいい。嫌なことでも楽しいことでも何か感じたらその手帳に書いて僕に渡してくれないか。絵だけ書いてなんか声が一気に変わる。絵だけ書いて出す子もいるからそれでも構わないさ。さてと、夕食にはまだ時間もあるし、他の子に挨拶をしてくれといい。ここから出て左まっすぐ行くと君たちの部屋があるから。みんないい子だ。すぐにとはいかないかもしれないが仲良くなれるはずだよ。なんか意外と流暢に読めてる自分が怖いわ。僕のこと言ってなかったね。先生と呼んでくれたらいいよ。これからよろしくね、アレン君。先生、ティーチャーか。セーブ、すげえな。なんか音楽がすごいし、まずで、あとなんか懐かしさを感じる。ドット絵、まだ挨拶は終わってないようだね。終わったら呼んでくれ。他の部屋も見て回って変わらないからさ。いろんな本が並んでいる。いろんな本が並んでいる。調べられない。とりあえず、おー、すげえな。ティーチャーダイニングルーム。一瞬読めなかった。危ねえ。メニューは丸ボタンが OK。鍵がかかってる。じゃあこっちか。誰もいねえじゃん。暖かい。変な模様だな。鍵。よく思うんだけどさ、なんかホラーゲームってさ、やたら自分の家に限らずさ、建物の室内鍵かけたがるけどさ、日本の風習だとほぼほぼなくね。室内に鍵かけまくんなんて。少なくとも俺んちはないね。まあ俺んちだけだからさ、他の家は実はあるよみたいなさ。もう女の子じゃないか。かわいい。ドット絵でわかるかわいさ。無の、あら、不思議ね。声が出るわけ。え、何、声が出ないの。あなたが生きてるように感じないからかしら。そう、あれね、私はステラよ。ステラ、ああ、それだけ。調べられない、開かない。まあ開けたらダメでしょ。女の子のクローゼット、約束。自由時間以外は部屋からなるべく出ないこと。トイレは回る。他の部屋から物を勝手に持っていかないこと。物を壊さないこと。壊した時は先生に言うこと。鍵のかかった部屋には無理に入ろうとしないこと。人を叩いたりしないこと。他に困ったことや欲しいものがあれば先生に教えてください。一番下にシマウマのような何かの絵が描いてある。へえ、なんか割と普通だね。ステーラ、ジョシュア。いちいち英語力が試される。いや、え、ジョシュアじゃないの。ブラウン、僕の名前はブラウン。いや、マーカスだったかな。ニコルだったかもしれない。
アレンね、もしかしたらヘレンかもしれないぜ。まあいいや、よろしくな。なんかね、あーとかそういうの結構ね、読むの難しいよなって思う。あー、ここは一緒なのか。なんかあれだな、今最後だけ違かったぞ。一番下にライオンのような何かの絵が描いてある。絵が下手くそなのかな。俺も下手くそだけど。変な模様だな。いろんなもん、やっぱり変わらんの。チェルシー。ほら、女の子だってた。なに、女の子は出だしこういう無言なの。チェルシー、あ、こういう子いいよね。アホ毛みたいなのが垂れてるし、あの三つ編みみたいなさ、何あの結んでるあれがさ、素晴らしいね。で、赤服、これもうパーフェクト。よろしくね。あ、第一印象最高じゃん。クマのぬいぐるみ持ってる。いっぱいいるけどさ、なんかこれ動き出すとかさ、あのクレヨンしんちゃんのねねちゃんみたいなさ、なんか実は殴ったりとかさ、そういうことしてないよね。大丈夫。多分最後だけ違うんだよね。一番下に猫のような何かの絵が描いてる。なんか猫は悪いやつだっつってたけど、この子は絶対いいやつだよ。レッティーみたいなの。トリック。いちいちセーブしてるけど、セーブ怖いからね。してなかった。わ、初めて見る人だ。あ、先生の言ってた子ね。私、レッティーね。はい。それとね、今はいないけど、もう一人リックっていう子がいるの。とってもいい子なのよ。あなたアレンっていうのはね、一緒に遊んでくれたら嬉しいな。これからよろしくね。女の子が全般的に可愛い。わかんない。なんでダブルベッドっていうかさ、隣同士にベッド置いてあるんだよ。話せよ別に。あー、まあでも兄弟なのかな。で、アレン、あ、ここがマイルームだな。自分の服暖かい。誰か布団勝手に入ってたんじゃない。約束。さあ、ここはウサギ。あれ、ウサギが一番悪いやつだみたいなさ。でもウサギって寂しがり屋なんだよね、確かね。特に用事はない。こっちは女子トイレだ。ああ、上はじゃあ男子トイレってことか。オッケーオッケー。一通り話したから、これで先生に言えばいいのかな。電話が。話してたよ、ティーチャー。ああ、挨拶挨拶を噛むとか挨拶してきたんだね。どうだった？そうか、ちゃんと話ができたみたいで安心したよ。ちょうど夕食の時間だから食堂に行こうか。え、男だよねこの先生。少ない、椅子だけ多い。もうちょっと距離空ければ、そんな、ま、なんていうの、近づいて食うあれもないだろうに。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この後は自分の部屋に戻ってすぐに寝る準備をするように。他の人の部屋に行っておしゃべりするのはいいけど、2階にはもう行かないようにね。解散。なんか読みやすいな。文章がいいのかもしんない。それかあれかもしんないね、ゲームをいっぱいやってきたからさ、文章っていうか実況で読むのに慣れてきたみたいなさ。ここに来て成長が、ここに来てしばらく経ったけど、だけどさ、文章中はさ、ここに来て俺の成長が出てきて、成長さが何、成長してねえや。全然言葉が出るのに。もう慣れてきたかな。記憶の方、あ、記憶そうしたのこの子。そうか。いや、無理に取り戻そうとしなくていい。ゆっくりでいいんだ。きっと全て思い出せるさ。そうだ、何か欲しいものは、できる範囲だけど買ってくるよ。うん、欲しいものね。なんか、欲しいものあるって言われると特にってなっちゃうんだけど。なんかよく時間はとりあえず欲しいが、時間と、物いらないんで現金くださいみたいなパターン結構あるけどね。まいったな、それは。僕には与えることができない。何？買えるものじゃないしね。ごめんね、勉強しておくよ。それじゃあ、また新しい本買ってこよう。アレン君は本当に本が好きだね。難しい言葉も理解できるようです。すごいな。先生は頭が悪いからね。難しいことはよくわからない。先生ってさ、別になんか頭いいとか悪いとかじゃなくってさ、なんか見本になる人がいいよね。なんか見本にならない人ってたまにいるじゃん。たまにいるじゃんっていうのもどうなんだろう。いや、なんでもないよ。アレン君は世界とは違う。世界があると言えば信じるかい？いや、ただのおとぎ話さ。
でも扉に誘われたらその扉は開けないようにね。よし、もう部屋に戻ろうか。かけに行かないとな。早く寝んだぞ。これで先生女の子ですって言われた日には、公式ページはちらっと見えて、ストーリーのところだけ見たんだけどさ、キャラクターは見てないんだけど、主人公がアレン君っていうのは分かってたんだけどさ、先生がこれで仮に女の子だったらパート2で号泣謝罪会見からなんか実況が始まりますみたいな感じになっちゃいそうで嫌だな。まあ号泣はね、もうねタオルケットの時にしたからいいんだけどさ。戦い、あれここ自分の部屋だろ、寝るみたいな感じじゃなかったの？何それとも寝る前にエンジョイみたいな。はじめましてじゃん、2度目だろ。え、トイレ？あ、まあ寝る前に、いや、行こうな。寝る前トイレ行かないとちょっと待って、ね、それとも2階行っちゃダメだって言われたら2階行くのか。行けんのかい。あれ先生の部屋行ってなんか用事するみたいなことは言われてたっけ？いねえや、じゃあ2階だ。よしよし。ここは何？ライブラリー。こっちは？あー、なんか変なのある。もういかにも、いかにも怪しいものがあるんだけど、これは見えないか、メモみたいな。いろいろな本がごちゃまぜごちゃまぜごちゃまぜ。蝶の標本だ。あー、いや、まだ来るべきではないんだろう。図書室、ごちゃまぜ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 。あー、これ何？ろうそくだ。じゃあこっちか。お、何の部屋だね。なんかいかにも怪しいみたいな。鍵がかかっている。ルーム101。なんかいきなりすげえホラー要素っぽくね。なんか場所の名前だったんでさ、ルーム101ってちょっと鳥肌だよね。え、でどうすりゃいいの？なんかお話しようよ。してくんねえ。一言そら喋ってくんない。なあ、知ってるか、夜2階から変な声がすんだよ、助けてって。あん、嫌だよ、気持ち悪い。確かめに行けるわけないだろ、そんな気な。ああ、先生に言うよ、僕は。これうわ、びっくりしたな、やめてよ。いきなり真っ暗になんだよ。そんなさ、一言言葉を交わしただけじゃんかよ。なんで、その一言がさ、まあ確かにフラグだっていうのはわかるけどさ、にしたって暗くなりすぎに蝶が動いてんだけど、助けてとかもう、喋るのが終わんないんだけども。助けて、助けない。あ、進まないのね。オッケー、助けます。助ける。いやー、音が。誰だ？あれ、ま、アレン君か。大きな音がしたから来てみれば。こんなところで何してるんだい？先生は2階にはもう行かないように、寝る準備をと言ったよね。蝶が助けてと言ったからか。なるほどね。でもその蝶は生きてるようだが、もう死んでいるんだ。魂のないものは喋らないだろう。ぐしゃぐしゃだね。怪我はないみたいだね。よかった。ガラスの破片も散らばっていて危ない。先生が片付けるから自分の部屋に戻って寝なさい。あ、痛みだったのか。つって感じかね。っていうか、なんていうか。なんでもない。少し頭痛がしただけさ。そんなに謝らなくてもいいんだよ。次やらなければいいんだ。大丈夫、大丈夫。大丈夫。ほら。おやすみ。いい先生だな。あ、地下と思ったけど、ドアの影がね、鍵がかかっている。こっちは実は鍵開いてますみたいな、ないよね。ないね。じゃあ部屋戻るか。とりあえずだって戻れって言われたもんね。あの先生多分キレるとおっかねえタイプだよ。それからラスボスみたいな。ん？なんで黒猫がいいんだよ。ナルニア、もう、ナルニアが始まっちゃうぞ。タンスの中から別世界とかさ。なんかすげえ音してるし。いきなりバーンっていうのやめてね。画面真っ暗だけど。バーンはやめてね、ほんとに。ああ、よかった。なんか、デーンみたいなさ。
血に染まった顔とか出てきたらさ、はぁってなるからさ、そういうのだけは脅かし要素があるって言ってたけど、そういう脅かし要素はダメだ。ういわじゃねえよお前。ジーザス、なんだなんだ、初めて見るおかしな人間がいるじゃないか。なんだい。イエス、アリスが夢だと言うんならここは夢さ。ここはアリスが言うことを思うことが全てだからね。そんな名前じゃない。いや、アリスはアリスさ。だって俺がそう言うんだからそうなのさ。さっきと言ってることが違うって。そりゃそうだ。ここには私含めおかしなやつしかいないのさ。そんなこと言うなよ。うまい飯だって夢だって中途半端に冷めたらさ、まずいだろ。じっくり味わっていけよ。おっと、こう見えても僕は忙しいんじゃん。じゃあばよ。なんかダンディーじゃねえな。絶対ダンディーじゃねえ。なんて言うんだろうな。あー、まあ、パーカー着てたけど、一昔に流行った某なんかあれを思い出すの。開かないって言ったって。じゃあ戻るっつうのかな。俺は帰るぞ。帰れないぞ。アイテムなんか持ってたっけ。持ってないもんな。この先行けんの実はみたいな。行けるし、なんかいるし、なんか逃げゲーやめてよ本当に。ん？ああ、あれ、また来客ですか。あなたで6人目ですね。あれ、数が合いませんね。いえ、何でもありません。こんばんは、アリス。そしてようこそ。僕は白ウサギ、この世界の案内人です。ここは結構広いですから、必要であればお呼びください。とは言いますが、基本僕はここから動きません。面倒ですし。いや、もうそんな仕事破棄かよ。世界への扉の鍵をなくしてしまいました。5つあるうち4つが今ありません。ほぼなくしてるじゃねえかよ。まあ誰が持っていったか想像はつきます、ついてますが、先ほども持ちましたが、僕はここから動きたくありません。ニート宣言かよ。やだよ。嫌と言ってもやらせますが。なんだよ、もう聞くなよ。だったらさ、あいつのことですからさ、ばらまいて回収できたら、とりあえず鍵を集めんだな。ただ初回だけです。何度も繰り返すのは好きじゃないですか。こいつなんだよ、今面倒なやつだな。そうだよ、今もう喋っててお前。まあいいでしょう、よろしくお願いしますね。なんなんだこいつは。もう字が汚くて読めない。なんか俺をディスるのやめてくれ。俺もよく字が汚いって言われるんだよ。一度女の子に可愛い字してるねって言われたけどさ、それ絶対なんか褒め言葉じゃねえからって。なんか何とかしてフォローしようと思った結果、その字が汚ねえが、汚い字を可愛いみたいな感じでフォローしてくれたんだと思うんだけど、というわけでね、今回の実況パート1ここまでにしようかなと思います。導入部分にしてはかなりね、がっつりと惹かれるような作品になってるんじゃないかと思っております。とりあえず鍵を5個集める。で1個は持ってるか、4つ集める。とりあえずそれを目標にやってきゃいいのかなと思っております。まあね、この先どんな展開が待ってるのか非常に楽しみな作品でありますが、やっていこうと思います。皆さんもね、ぜひ、これからも見てくださいね。一緒にやっていきましょう。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。パート2でお会いしましょう。さよなら。